皆さんこんにちは。今日の舞台はアルベイトスタジアムです。試合開始を前にスタジアム全体がサポーターの熱気に包まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。 FIFA ワールドカップラウンドオブ16のこの一戦、モロッコがスペインと戦います。準々決勝進出の切符をかけた一発勝負ですから、盛り上がらないはずがありません。見応えのある試合に期待しましょう。こちらがスターティングメンバーです。福西さん、4-3-3のフォーメーションでしょうか。はい、フォワードを3人入れた攻撃的な形でありつつ、ディフェンス時の人数を厚くしやすいシステムです。中盤の人数が少なくなるので、そこでどういう連携を取ってくるのかが肝でしょうか。スペインのスターティングメンバーを見ていきましょう。彼らはピッチ全体でプレッシャーをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。今日のラインナップを見てどうでしょうか。そうですね、今日もいつも通りプレス主体のサッカーをすると思います。自由なプレーをさせないことにより相手の隙を突く機会も増えますからね。試合開始です。スペインのキックオフで前半が始まりました。パブロ・サラビア、ボールはモラタへ。ディフェンスが冷静に処理します。プレッシャーを感じてません。なんとか追いついてボールをキープします。さあ注目のエンネシリ、この試合でもスタジアム中から熱い視線を注がれています。ヘディングがいいんですよ。落下点やタイミングの見極めが早い選手です。このパスはカットされます。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。強く、サポーターの期待が高まる。そろそろ仕掛けるか。危ない場面でしたがタックルで守ります。モラタ、フェラントーレスに渡る。ディフェンスボールを奪います。ハキム・ツェーク、ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。フェラントーレス、これはナイスパスカット。ポゼッション率を見てみたんですが、やはりほぼ同じですね。何か時間だけが経過しているように感じますが、どちらが先に動いてくるんでしょうか。ソフィアン・ブファル、
かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。コケ、ディフェンス落ち着いていました。スペインボールのスローインになります。パブロ・サラビア、パブロ・サラビア、これを決めれば勝ち越しです。ここはキーパーが見事に対応。アルベイトスタジアムにホイッスルが響き渡ります。前半戦はここまで、ハーフタイムです。後半戦の開始です。ボールをうまく回していく。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。セルジオ・ブスケス、モラタ、サラビアに渡った。これは読んでいたか。パスをカットしました。このパスは読んでいました。セルヒオ・ブスケッツ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これを決めればリード。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。パブロ・サラビア、コケに渡った。パブロ・サラビア、モラタ、ペドリ打てるか。ゴール、先制点を挙げました。まああそこで打たれたら守る術はありません。シュートした選手はいいポジショニングをしていましたね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ソフィアン・アムラバト、ユセフ・エン・ネシリ、入れば同点となります。見事なインターセプト、シュートのチャンスだ。ユセフ・エン・ネシリ、さあペドリへ、コケ、試合終了まで10分も切りました。これはよく見ていました。劣勢の中でキーパーが獅子奮迅の活躍を見せています。なんとか同点に持ち込む希望をつなぎました。両チームとも動いてきました。ショートコーナー、コケ、コケにリターン、ここでインターセプト、ナイスカットです。さてゲームもいよいよ終盤を迎えていますが、現時点ではスペインが僅差のリードを保っています。相手はまだ諦めていないので、とにかく失点に気をつけたいですね。一番点が入りやすい時間帯ですから、リードしていても最後まで気を抜けません。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。試合終了です。見事次のラウンドに進むチームが決まりました。
手に汗握る接戦でしたね。最後までどちらが勝つのか分かりませんでした。これだけ厳しいゲームを制したんですから、自信を持って次のラウンドに進めるでしょう。福西さん、フェラントーレスのプレーを振り返ってみると期待通りのパフォーマンスを発揮していましたね。相手チームにかなりマークされていたものの、一瞬の隙を見逃しませんでしたね。あの勝ち越しゴールは本当に見事でした。